15日にロシアワールドカップ大陸間プレーオフ、ペルー vs ニュージーランドの第2戦が行われ、2-0でペルーが勝利を収めた。この結果、2試合合計2-0でペルーが9大会ぶり、5度目の本大会出場を決めている。ペルーのホームで行われたこの試合中、南米で地震に関する騒動が発生したようだ。南米で幅広く使用されている地震ネットワークアプリ、シスモディテクターは、ペルー国内で地震を感知したことで、現地時間15日22時過ぎにアプリ内で警告を発した。しかし、これは誤報であったと、地震大国でもあるチリの地震学研究施設 SNS アカウントが否定している。ペルー国内で幅広い地域にわたり大規模な揺れがあったためアプリが作動したようだが、これはニュージーランド戦の27分、ジェフェルソン・ファルファンが先制ゴールを記録した直後に確認されたものだったという。ペルー国民が一斉に歓喜したため、センサーが地震との情報を発信してしまったようだ。実際に、ペルーで自然災害的な地震活動は確認されていない、との見解を明らかにしている。1990年大会以来、28年ぶりに W 杯出場の切符を手にしたペルー。国内での熱狂度は、地震にも匹敵するほど強大なものだったようだ。